皆さんこんにちは産婦人科医の高橋れなですいつもご視聴ありがとうございますコメントもありがとうございます今日はですね妊娠のことについてお話をしようと思います今妊娠中の方そして妊婦健診に行かれてる方気になっている方も多いと思うんですけれどもお腹の中の赤ちゃんがいつ頃性別がわかるのというお話をしたいと思いますまず赤ちゃんの性別というのは受精をした時にはもう決まっています なので 本来であれば妊娠が分かった頃には性別が決まっているんですけれども妊婦検診で実際に超音波の検査で分かるようになるのはもっと後のことなんですねそしてそれには個人差もありますすごく早く分かる人もいれば最後の方まで分からない人もいます平均大体どのくらいから分かるかというとだいただはっきりと正規の形が分かるようになったりするのは20週以降なんじゃないかなと思います。 思います実際16週ぐらいから分かるとは言ってもなんとなくこれっぽいなというふうに 思うことはあってもはっきりと「もう絶対にこうですね」みたいなのは私はちょっと言うのは難しいかなと思うんですね。というのはやっぱり妊婦さんとかって「男の子ですよ女の子ですよ」っていうふうに言われた場合にもう洋服とかを集めちゃったり名前とかを決めたりしてもう絶対男の子とかもう絶対女の子っていう感じであと周りの家族に報告をしたりするんですよね。ももううううう早いい段階でそそうにううにななっっっっっててしまうととの後あやっぱりちょっと違うかもってなった時に 修正が効かなくななっちゃうんですよねなので、まあ、基本的に16週ぐらいから分かるっちゃ分かるんですけれども、まあ、私の場合は20週以降にななっってかかからしっかり見始めるかなという感じです性別に関してなんですけれどもその医療機関とかその医師によっては積極的に教えないところもあります。というのはそもそも妊婦健診というのは性別を見ることが目的なわけではなくって赤ちゃんの具合がどうだとか胎盤の位置がちゃんとした位置についてるかとかあとは 用水がちゃんとあるか量が多すぎないか少なすぎないかあとお母さんの状態を見たりするための検診なので性別を見るためのものではないんですよねすごく皆さん性別大切にしてるのは分かりますそして性別が分かることによって名前どうしようかとかあと洋服買ったりより赤ちゃんを迎える上で楽しみが増えるっていうのもあると思いますそしてですね自分自身はそこまで気にしてないけど周りから性別どうだったとか言われることによって結構気にされている方も多いと思うんですよね なんですけれどもやっぱり一番大事なのは赤ちゃんとお母さんの健康であって性別っていうのは正直二の次になってしまいます。 なので妊婦検診とかで産婦人科医がお腹にエコーを当てた時にまず見るのは性別じゃないんですねまずは、まあ、私の場合は他の産婦人科医もそうっていう人も多分いると思うんですけれども心臓がちゃんと動いてるかっていうのを一番最初に見ます本当に妊娠出産っていうのは何があるかわからないんですよね健康に育ってしっかり生まれてくるっていうのは奇跡に近いんですよね 今まで元気に妊娠生活を送っていたとしても急に赤ちゃんの心臓が止まってしまうということはたまにありますで原因もわからないことが多いんですねなのでいつも実は産婦人科行って こんにちは、体調どうですか?」とか「じゃあ赤ちゃん元気か見ていきましょうね」っていうふうに明るく声かけはしてるんですけど実は内心では赤ちゃんちゃゃんんと心臓動いてるかなっってててドキドキキしながらエコーを当てるっていうのもありますなので一番最初に見るのは心臓がドキドキキしてるか、まあその辺は産婦人科医によって違いがあると思うんですけれどもあとは頭の位置がどうだとか逆子かどうかとかあとは胎盤の位置がどうかとか赤ちゃんの体重がちゃんと順調に育ってるかとかそう というところを見て特に問題ないことが分かってから一番最後に性別を見たり、ご希望があればお顔の様子を写真に撮ったりすることがあるんですね。なので性別知りたいっていうのが真っ先に出てしまうのもわかるんですけれども、まずは最初に赤ちゃんの様子を確認させてください。性別を教えてくださいっていうのは全く問題ないです。遠慮なくおっしゃってください。それで例えば産婦人科医がじゃあ性別見ますねって言えばそれでいいですし、その産婦人科や医療機関 の意向によって性別を教えませんというところもあるかもしれませんなのでもし性別知りたいっていう方の場合は まず、まあ、妊婦健診を選んだりする時点で医療機関に性別とかと教えてくれるんですかねみたいなのを聞いてみてもいいんじゃないかなと思います、まあ、ただ一般的に日本の産婦人科の妊婦健診では性別を聞かれたら教えるっていうところは多いかなと思います、まあ、ただし聞かれない限り教えないっていうところも多いと思いますねその辺は医師によるかなと思います。先ほどもでですね、まあ、性性別別っていうののははまずは健康が大事でその後それがそそ後れれ問題なければ性別を見る 様にとっては大切なことなんだけど医療という意味で妊婦健診という意味で言ったら人の次になってしまうとお話をしましたそしてですね産婦人科を長くやっていると性別によるトラブルっていうのも実はあるんですよねご本人様が教えてほしいっていうのでえ教えたとしても実はその方が 男の子希望だったとか女の子希望だったとか強い希望がある場合そうじゃない性別だった時にもうこの妊娠続けたくないですっていうような妊婦さんもいるんですよねそれでちょっと鬱っぽくなってしまったりとか自分自身は気にしてないんだけどご主人のご家族の方が男の子をすごく強く希望してて絶対男の子がいいみたいに言われてる状況の時そういう時妊婦さんというのは追い詰められてしまうんですよねなのでそういう意味でも性別を 積極的に教えないといいととう意思思や医療機関もあると思いますちょっとまた話ずれるんですけれども、まあ、性別って正直医学的な性別生物、まあ、学的な性別っていうのはあると思うんですけれどもその後にご本人がどの性別を選ぶかっていうのはいわゆる社会的な性別ですねそういう社会的な性別というか、まあ、恋愛的な性別っていうのは本人が決めることなのでそれはいくらでも変わるっていうのを知っておいてもらいたいなと思います。そしてですね 実際私が経験した中で。 本当は女の子が良かったのに男の子だったとか逆のパターンもありますけれどもそれでも妊娠継続したくないとか鬱っぽくなった人でも実際には赤ちゃんが生まれたらみんなすごい可愛いみたいな感じで性別を理由に育てたくないみたいに言ってる方は幸い私が今まで妊婦検診やお産に携わってきた方の中ではいませんなのでですねあまり妊娠中に妊娠出産の楽しみっていう意味で性別を知りたいとかちょっと心の準備のために性別を知りたいというの だったらいいんですけれども絶対、絶対にこの性別じゃないと嫌だ とかあとはですねご本人じゃなくて周りの方から性別どうだったとか絶対に私は男の子がいいとかあとはご主人とかも何気なく言っちゃうと思うんですよ男の子がいいなとか男の子だったら野球させたいなとかあとは女の子だったらこういう服着せたいなとかそういう何気ない言葉で妊婦さんというのは実は結構プレッシャーを感じてるんですよねでそれで性別聞いて夫がこういうふうに言ってるから男の子だったらいいなとか心の底で注意が期待している性別を期待してしまう しまっていいるる自分いうののもいたりすすすんですよ、まあ、なのででよよなな番大事なのって健康ですよねそしてさっきも言ったように生物学的な性別もありますけれども社会的な性別とかその恋愛的な性別っていうのは実際に本人が成長して決めていくことだったりしますので実際にその生物学的な意味で男か女かっていうのは、まあ、確かに気になるかもしれないですけれども将来的にはどうなるか分かんないよっていうのを知っておいてもらいたいなと思います。な、まあ、なかなか難しいですけどね、まあ、実際私もじゃあ 妊娠したら知りたいかというと、まあ、正直私自分が産婦人科医なんで自分がエコーで当てたりすると思うんですよねそしたらもう見えちゃうので私の場合は知りたい知りたくない以前に分かっちゃうっていうのがあるかなと思いますあとはまあ一応準備のために知っといたらいいかなって感じですけど、まあ、名前とかを決めたりとかもありますしね まあ私だったたら知りたいかなでも分からなかったら分からなかったで、まあ、楽しみにとっとくかなという感じです。まあ、実際ににその立場にならないと分かんないですけどね最後に、まあ、妊婦健診中男の子ですね女の子ですねとか3分時間に言われると思うんですけれどもそれがですね間違うことってたまにあるんですよすごくまれなんですけれども例えば赤ちゃんがしっかりおた開いてない状態だった時とか結構ね分かんない時があるんですよ。で 実際正直私も一回間違えちゃったことが あるんですよねただその妊婦さんとかご家族の方は「あ全然どっちでもいいです」みたいな感じだったのでよかったって感じだったんですけれどもベテランの産婦人科の上級医の先生に聞いてもその人も実は1回だけ間違っっっっちゃたたことがあるてていう,ふうに言ってましたなのですごくまれなんですけれどもそういうことっていうのはありますので間違うこともあるかもしれないっていうことを念頭に置いてもらいたいかなと思います。で何度ももも言いますけれども生物よりも先に健康のの方が大事なので 性別を知れたたらららラッキーぐいいいいに思思ってもらいたいなと思います。あ、そしてですねあと言い忘れましたけれども性別最初に言ったように16週以降ぐらいから見え始めて20週ぐらいになるとしっかり見え始めるよっていうふうにお伝えしたんですけれども。 やっぱり赤ちゃんの体勢とか向きとかによって全然見えない人もいますので絶対に16週になったら見える16週になって性別がわからないってこの産婦人科医が言ったからこの産婦人科医はやぶだみたいな感じで思わないでもらいたいなと思いますやっぱりその赤ちゃんの体勢だったりとか向きとかにも本当によりますので本当に個人差がありますのでね一応見える人だったら16週とか20週以降に見えることが多いよっていうお話でした本日はですね赤ちゃんの性 性別がどのくらいから見え始めるのというお話をさせていただきましたまあ、性別気になると思うんですけれどもまずは妊婦検診の時は 赤ちゃんの健康とお母さんの健康を見る場ではありますのでそれが全部クリアできたら性別はわかるという風に考えてもらいたいなと思いますなんですけどやっぱり皆さん性別すごく気になると思いますので気になることは何でも産婦人科医助産師に相談をしてください本日はこの辺で終わりにします今日の動画が面白かったなとか役に立ったなという方は評価お願いしますコメントもお待ちしておりますそれでは産婦人科医の高橋れなでした